放送席、放送席、本日のヒーローにお越しいただいております。本日、会社創設以来初となる10日間連続遅刻記録達成いたしました畑野係長にお越しいただいております。畑野係長、おめでとうございます。ありがとうございます。前人未到の大記録の達成ですね。そうですね、まあ、前人未到というよりね、前代未聞でしょうね。なるほど。記録達成、このプレッシャーから解放された今、何が一番やってみたいですか？そうですね、まあ、とりあえず家に帰って、まあ、ゆっくり寝たいですかね。まだまだ寝たいと。今の発言聞きますと、明日明後日とまだまだ記録伸びていきそうな予感がしますけども。そうですね、まあ、ただね、個人の記録よりね、会社に貢献する、まあ、こちらの方が大事だと思ってますんでね。はい。なるほど。だったら会社に早く来る、こういった貢献の仕方もあったと思うんですけども。そうですね、まあ、ただね、遅れてきたからこそプラスに働く部分、これもあると思いますんでね。なるほど。具体的にはどういったところでしょうか？そうですね、ちょっとすぐ出てこない、ちょっとすぐ出てこないということですけど、畑野さん、記録達成、これ確信されたのはいつぐらいだったんでしょうか？そうですね、まあ、今朝起きた瞬間にね、まあ、かなり手応えありましたんで、行ったなーっていうね、行ったなって感覚ありました。はい。そうですね、今日の資格はかなり大きなものとなりましたからね。あれだけ大きいと会社に来ない、こういった選択ももちろんあったように思うんですけども。それはなかったです。あ、それはなかったですか？私もね、係長っていう立場ありますんで、まあ、そういった無責任な行動はね、まあ、取れないですから。無責任なことは取れないということですけども、10日間連続遅刻に関しましては、ありがとうございます。ありがとうございます。実はですね、この大記録達成の瞬間にどうしても立ち会いたいということで、あちらにご家族の方がこの会社に誰よりも早く今日いらっしゃっております。あちらにいらっしゃる奥様、そして息子さんにですね、一言お願いしたいと思います。なんで起こしてくれなかったの？ありがとうございます。ご家族以外からも言葉いただけましたでしょうか？そうですね、今年入った新入社員の子たちからいただきました。新入社員からどんな言葉をいただきましたでしょうか？ふざけんな、ふざけんなと。よかったら、その新入社員にも畑野さんから一言お願いしたいと思います。おはようございます。遅くなりました。畑野さん、畑野の挨拶をしていただきました。畑野さん、話は変わるんですけども、この大記録達成の裏で畑野さんとある病気の少年がですね、約束を交わされたと聞いておりますけども。そうですね、手術すればね、治る病気なんですよ。ただ、まあ、その勇気は出ないってことで、だったらおじさんが記録達成したら手術受けてくれるかなって約束しましたけど。そんなことあったんですね。少年は何とおっしゃってましたか？ちゃんと会社行けよ、ちゃんと会社行けよと。畑野さん、ちゃんと来れなかったですね。そうですね、はい、ただ記録を達成しました。少年に向かって勇気ある一言お願いしたいと思います。おじさんの遅刻の方が病気だよ。ありがとうございます。畑野さんに最後にお伺いしたいと思います。これだけ遅刻を重ねたにもかかわらず会社をクビにならない最大の要因、何だと思いますか？社長の息子だからでしょう。ありがとうございます。本日は10日間連続遅刻記録達成しました畑野係長にお越しいただきました。畑野係長、ありがとうございました。ありがとうございました。